ギャングスタラップとは、ラップのジャンルの一つである。一般的には、暴力的な日常をテーマにした、ラップミュージックを指す言葉で、代表的なアーティストには、ドクタードレー、スヌープドッグ、NWA、ニッパックなどがいる。なお、ギャングスタとは、本来は、ストリートギャングや、ヤクザもののことを表すスラングだが、タフな人などの意味で用いられることもある。 ハーレム等の黒人街を中心に1980年代中盤に誕生。アイスティーはインタビューでブギダウンプロダクションズがクリミナルマインデッドで話題となったがあのアルバムはメッセージやあなたは学ばなければならないについてではなくギャングについてだったとインタビューで語っている。2011年アイスティーは次元の中で東海岸のラッパースクールーィ d が ギャングスタラップのインスピレーションであると繰り返し述べた。スクーリー・ディ・アイスティー・ N ・ W ・ A ・ラはギャングスタラップの元祖とされている。1988年にアイスティーのアルバムパワーからアイム・ユ・ア・プシャーがヒットしたのがギャングスタラップの快進撃のきっかけとなった出来事だった。また、オークランドのトゥー・ショートのアルバムも話題となった。 その後、88年から89年にかけて、NWA のアルバム、ストレートアウタ・コンプトンが、空前の大ヒットとなり、全米にギャングスタラップの存在が認識されることとなる。しかし、当初の NWA に対する評価は、非難合合であり、肯定的な評価は少なかった。しかし90年代に入ると、1992年に、 NWA のメンバーの一人だったドクター・ドレイが発表したアルバムザ・クロニックによりラップミュージックの中で最も影響力を持つ存在となった。この頃からようやくギャンスタ・ラップが R&B チャートやポップチャートでのヒットを出せる音楽へと発展し始めた。彼らの楽曲にはバックトラックに P ・ f u n k やジェームス・ブラウンを使用するなどの共通点が見られる。これと同時期に ドレイとシュグナイトが創設したレーベルデスローレコーズからニッパックやスヌープドック等のアーティストが商業的な面でも成果を収めるようになる。さらに EGE、アイスキューブ、DOC、DJ クイック、アバーブザロー、MC8、コンプトンズ、モストウォンテッド、トゥーショート、アントバンクス、スパイス一覧のギャングスタラッパーも斬新な内容のアルバムを発表し、 シーンを勝つ気づかせた。その後にパックと EGE、e、は惜しくも若くして亡くなってしまった。90年代前半はウエストコーストラップの前世紀だったが90年代の後半以降は次第にナンブラップやチカーのラップへとシーンの中心が移っていった。ナンブラップではゲトーボーイズが90年代初頭には早くもヒットを出していた。 しかし本格的に南部の人気が出てきたのはマスター P のノーリミットやキャッシュマネーのラッパーたちがヒットを出し始めてからである。チカーのラップではキッドフロストやメローマンエースが活躍した。2000年代になっても南部ラップやチカーのラップは一定の人気を保ってきた。だが2000年代で最も活躍が目まぐるしいギャングスタラッパーといえば50セントだった。 しかし二千四年以降になると、ビルジョン等の登場により、電子音楽を多用した、次世代、ヒップホップミュージック、いわゆる、クランクと呼ばれた、新たなラップムーブメントが発生し、九百九十年代、当時の勢いを失い始める。それに加えて、オプラ・ウィン・フリー、ビル・コスビー、スパイ・クリー等のアメリカを代表する、黒人エンターテイナーたちによる、ギャングスタラップの攻撃性に対する、 代々的な批判も、その衰退傾向に拍車をかけている。ギャングスタラップの第一人者とされている、アイスティー。反社会的な内容を含むギャングスタラップは、長年、各方面から批判を受け続けている。そのため、これらの CD のジャケットには、ペアレンタルアドバイザリーの表示が必須であり、アメリカだけでなく、他の英語圏の国々でも未成年への販売を拒否する、店舗がある。 ギャングスタラップに見られる暴力性はアフリカ系アメリカ人に対して人種差別を行う白人優位社会への抵抗という見方も存在する。2020年には警察官による黒人殺害事件に対する抗議行動としてブラックライブズマター運動が盛り上がった。ありがとうございます。